材料に衝撃を与え、破断される際の歪みをデジタル画像相関法 DIC で解析しました。 DIC では非接触で画像から歪みを算出するので、変形する様子をカメラで撮影して画像を取得します。高度が高い材料は変形や破断が高速なため、撮影にはハイスピードカメラを使用します。今回は珪藻土のプレートが破断されるまでの状態を対象として、歪みを分布で算出した事例をご紹介いたします。珪藻土は藻類の一種で、珪藻の殻の化石よりなる堆積岩です。礁溝が多数空いているため、堆積あたりの重さが非常に小さく、耐火性と断熱性に優れていて、建材や保温材として使用されています。建材としては昔からその高い保温性と程よい吸湿性を生かして壁土などに使われていました。近年自然素材への関心が高まるとともに、壁土への利用用途が見直されています。建材として用いる場合、耐久性などが求められますが、今回の実験では珪藻土を破断させた際の歪みの変化を計測してみました。今回の実験では一辺が90ミリの珪藻土を使用しました。珪藻土に衝撃を与え、破断する際の側面を計測対象としています。デジタル画像相関法 DIC では画像から材料の変異を計測するため、表面に模様をつける必要があります。黒いスプレーで珪藻土の表面に模様を塗布して、材料に力が加えられて変形する際の模様の変異を画像で取得していきます。珪藻土のような硬い材料は衝撃を与えられた時高速で変形するため、スーパースローで撮影できるハイスピードカメラを使用します。珪藻土に強い衝撃を与え、破断する瞬間を1秒間に2万1000枚でハイスピード撮影しました。スーパースローで取得した画像のランダムパターンを計測して、歪みの分布を算出します。